その小さい赤い唇をむずむずと動かしながら、そっと目を見開いて、ちょうどその真横に立っている私の顔を見ると、パチリパチリと大きく2、3度まばたきをした。そうしてその二重まぶたの目を一瞬キラキラと光らしたと思うと、何かしら非常に驚いたと見えて、その頬の色がみるみる真っ白になってきた。その潤んだ黒い瞳が大きく大きく、ほとんどこの世のものとは思われぬほどの美しさにまで輝き現れてきた。それにつれて頬の色がにわかに耳元までもパッと燃え立ったと思ううちに、あ、お兄様、どうしてここに、とたぎるように叫びつつ身を起こした。裸足のまま寝台から飛び降りて、裾もあらわに私にすがりつこうとした。私は仰天した。無意識のうちにその手を払いのけた。思わず2、3歩飛びのいて睨みつけた。すっかり面食らってしまいながら。